SSS のののののろと天使の岩井ほのぼのです。ということでですね、本日は2人のメイクポーチの中身紹介をしたいと思います。私はいつもメイクポーチ自体でメイクしてるんですけど、ほのちゃんはワゴンだよね。うん、今回私は普段使っているコスメが入ってるメイクポーチを紹介するんですけども、ほのぼのは私は今回持ち歩いてるポーチを紹介します。メイクポーチ今全然定まってなくって、いろいろコロコロ変えちゃってて、今結構散らばってて、だからメイクポーチの中身紹介は別でまたね今度撮ろうかなと思ってるんだけど、ちょうど外にも出たっていうことで持っていったカバンのメイクポーチの中身を紹介していきます。ということで、じゃあ私の方は量めっちゃ多いんでパンパン紹介していきます。私の使ってるメイクポーチはこちらです。川西美樹さんのポーチで、多分3回ぐらいメイクポーチの中身紹介はしてるんですけれども、ずっと変わらずこれです。大容量なんで、ここにジャックがついてて、これは佐藤もかちゃんのキューピッドアローの缶バッジで、これはなんか謎のピンがついてます。中はこんな感じで本当にたくさん入ってるんですけど、まずアイシャドウブラシです。全部ダイソー？これはなんかほのちゃんにもらったやつで、ダイソーじゃないやつ。これだけダイソーなのは確実。うん、その日の気分によってブラシは変えてるんですけど、次はこちらキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウです。私ハイトーンなんでずっとこれ使ってます。でマスカラはキャンメイクです。でコンシーラーはこれめっちゃリピ買いしてるんですけど、もうそろそろなくなってしまうんで、また3本目をゲットしたんですけど、ティルティルのコンシーラーです。こっちがスティックタイプで、下がリキッドタイプになってるやつです。でさっきマスカラ出てきたんですけど、下まつげはこのマスカラを使ってます。これは先っぽが細いので塗りやすいです。ヒロインメイクね。ヒロインメイクです。結構私ヒロインメイクいっぱい使ってて、アイラインもヒロインメイクです。ブラック？ブラックです。めっちゃブラックです。でこれは気分でたまに使うんですけど、ピンクのマスカラです。これすごくかわいい。カラーマスカラかわいいよね。そう、束感にした時かわいくなりそう。ああ確かに。であとたまに使うこちらミムコの涙袋の影とか描くのにシリライナーです。そして下地はこちらの乾燥さんを使用してます。あとカミソリです。とシュウエムラのアイシャドウが、もうこれもリアルに多分4年ぐらい入ってる。でこちらこれは友達からいただいたアイシャドウ使ってます。そしてディオールのアイシャドウです。ここに名前が入ってます。そして今年ほのちゃんにいただいたこちらシャネールのアイシャドウです。これをね毎日使ってます。これ使い始めてからなんか目に立体感が出たのか、すごい目がいつもの3倍大きく見えます。そしてこれはリアルに6個ぐらいリピしてるクリアダストフェイスパウダー薬用のやつです。これ自分の肌にすごく合っててリピで買ってます。であとこちらも、これは高校生の時から使ってるんですけど、つけたまま寝られるタイプのパウダーなんですけど、これはホワイトニングパウダーって書いてあって、本当に真っ白なんですよつけると。私それにしようかな次、ディオールのさ次。あ、今ディオールのパウダー使われてるんですね。でもこれは白すぎるんで、顔全体にやると舞妓さんになってしまうので、ハイライトの部分だけこうこれを使ってます。使ってみて。うん、どうぞ。そしてこちらビューラー。変わんない、めっちゃ白い。白い、ほらほら見てみ、めっちゃ白いじゃん。こっちつけた、かわいいかも。ちょっとお直し入っていますね。はい、どうぞ。紹介してもらう。はい、そしてチークがですね、こちらのもちまるの袋に入ってるんですけど、チークのスポンジはこれとセットでついてきたやつのスポンジなんですよ。これをね探してるんですけど、パレンコスピュアブラッシャーってやつを探してるんですけど、なかなか売ってなくって。それ私見たことあるよ。マジ？ちょっと買ってきてほしいわ。いいよ。売ってないんですよ、私最近見ないんで。最近はこのポーランドジョーのやつを、かわいいじゃんポリジョー。これをこうやってつけてます。チーク買ってあげるよ。え、嬉しい。一緒に買ってきて。チーク欲しい。え、めっちゃ顔白くなった。めっちゃ顔白くなる。すごい。本当にありえないぐらい白くなるんで。なんか真っ白にならないバージョンも売ってるんでしょ。そうそう、これなんかいろんな色が売ってて、赤み隠すバージョンとか。え、それありがたい。私最近赤みやばいんだよね。マジ？これすごくおすすめです。ドンキでよく買ってますこれ。あとなんかピン止めがいっぱい入ってて、うん、あとコンシーラーを伸ばすためのパフなんですけど、ストックがこっちに入ってます。あなたは何回ぐらい洗うんですか？シール。あ、いや洗わないです。これはもう使い捨てで。え、なんかめっちゃ地雷系っぽくなった。で最近使ってないんだけれども、入ってるコスメとしてこのアディクションの返してほしい、はい、返してほしいが出ました。これ借りてましたね。であとビセの真っ黒のアイシャドウ
とアイカラークリームでございます。無印のやつです。前まではアイシャドウベースとしてこれを使用してたんですけれども、最近はこのティルティルのスティックタイプのコンシーラーを目の上にのせることでアイシャドウのキープ力が上がってるような気がしてるので、最近はこのアイカラークリームは使ってないです。このアディクション久しぶり使ったけど涙袋爆誕するんだけど、そうやばい、これすごいよ。そしてこちらは眉毛バサミです。眉毛切りバサミで、あとこのまんまね、いつも使ってるとはいえこれをもう閉じてしまえば旅行とかも行けてしまうので、うん、結構トラベル用品が入ってるんですよ。それも最後にちょっと紹介しようと思います。まずシャンプーが入ってますね。とシャンプーいいよ、このシャンプーいい、ほんちゃんが多分もらったと思う。あとマイルドクレンジングが2個入ってる。なんか最近ね、その泊まりでどっかに行くことが多かったんで、あとこれはマイルドクレンジングの洗顔とスクランブル洗顔、スクランブル交差点スクラブ洗顔です。であとティッシュとコンタクトが入ってます。のんちゃんは透明のです。はい、透明のコンタクトです。であと私がいつも使っているこちらビオレのメイク落としです。以上、だいぶ入ってるというか、まあこれが私毎日使っているコスメでございましたって感じです。じゃあ次ほのぼのさん紹介してください。私も気になります。しまってもらって、はい、持ち歩いてるリップも紹介しますね。あ、嬉しいです。はい、ということでほのぼの紹介していきます。持ち歩いてるメイクポーチはこちらです。おぱんちゅうさぎの中におぱんちゅうさぎが入ってますどっちから紹介してほしい？じゃあこっちから。はい、こっちはペン類が入ってるんだけど、こっちはねフルメイクできるぐらい入ってて、まずケイトのダブルラインエキスパート、はい、もうそれ何回も聞いてるわ。これで涙袋を描くんだけど、すごいすごい、すごくない？描いてんな。こんな感じで描いてます。おお、これだけ超リピしてる、ね、なんか私ってコスメコロコロ変えるからずっと同じの継続で使うってことできないの。確かに。ケイトのダブルラインエキスパートだけずっと使ってる。小学生は嘘、中学生ぐらいの時から使ってる。そうだよね。あとはエチュードハウスのキラキラアイシャドウ003番。え、これ今使ってんの？これ今使ってる、涙袋に使ってるんだけど。あ、そうなんだ。それから今アディクション塗っちゃったからだけど、うーん、これ可愛いよ。あとは眉毛描いてるやつ、はい、眉毛は夏本当に汗で多分消えちゃう。やばいね、汗消えたらだいぶやばい。前髪で隠れるからここだけ描けてればいいんだけど、両方ともダイソーですね。たまにこれで涙袋描いてたんだけど、最近はアイシャドウ描いてからアイシャドウぼかして、その上からセザンヌのジェルアイライナーの20番のバーガンディを塗って、うん、で上からラメ塗って最後にこのケイトで締めるっていうのをやってます。あとはキャンメイクのクリーミータッチライナー、最近はねこれじゃなくって、うわ、ブラック、真っ黒、真っ黒。へえ、そうなんだ。もうそれでメイクしたいけど、うん、それ出したらあのしまえなくなるから。あ、そうなんだ、ごめんなさい。このセザンヌの極細アイライナーの20番使ってます。ブラウンですね。黒でもいいんだけど、最近なんていうの、濃ゆすぎないのが好きだから黒じゃないのにしてます。うん、まあ、それでも濃いんだけど、どうしても薄いメイクするとね濃く足したくなっちゃう。あとはこれキャンメイクのアイライン、涙袋をこれで一時期描いてた、うんうん、それこそ地雷ラインとかは最初にこれで描いてる。ああ、そうなんだ。たまに今のところ最近ほのちゃんデパコス買ってるけど、デパコスは出てきてないね。うん、割とコスパよくメイクできてるね。下地がさ、ああ下地だけ本当にいいもの使おうと思って、ジバンシーのスプレーとジバンシーのカラーコンシーラー、うんうん、とジバンシーのコンシーラーうん、とディオールの粉使ってるんだけど、前にねメイク動画でコンシーラーをファンデーション代わりに私してるんだけど、それを多分なんか音を聞かないで動画を見てたのか、私が言ってなかったのか分かんないんだけど、コンシーラー塗りすぎじゃねみたいなコメントがあったんだけどそれはファンデーション代わりにしてるからです。はい、あとはこれミムコのウルミリキッドアイライナー、ピンク色でめちゃくちゃ可愛いの。この目の際のところに入れてあげると超好き。うーん、あとはこれ下まつげに使ってる D アップのパーフェクトエクステーションマスカラ。うーん、私あの上まつげはまつエクしてるので透明マスカラだけで済ましてるんですけど、下は何もしてないからこれ使ってます。ちなみになんですけれども、まつエクをするとやっぱりメイクは時短されますか？え、マジ時短。あ、そうなんだ。まつげ上げなくていいし、あとは歩いてる時とか湿気でまつげが下がるっていうことがないから、確かにマジありがたい。今月も行きます。はい、あとはアイブロウアイデイトのやつ、かわいい。ダイソー。え、ダイソーなの？そう、超いいじゃん。超いい。持ち運びにもめっちゃいいんだけど、
カバーした。ちょい。ダイソー。ダイソーね。これは3本目ぐらい。めっちゃリピしてんじゃん。あと、全部ブラシはダイソー。そうなんだ。そう、最近はこれでアイホール全体に塗って、これで涙袋やって、これでラメ塗ってる。そうなんだ。うん、こんな感じで。こっちはもうアイメイクフルできるぐらいだね。これはうちにあるポーチと一緒なの。あ、そうなの。そのままぶち込んでんの。あんまりなんか変わんないからさ、太さとかも。で、これは1番くじでゲットしました。そうそうそう、これだってうちに2、3個あるよ。これあと1個ある。あと1個あるよね。それではこちら側紹介していきます。これはゲーセンで撮ったやつ。そうです。まずは、はい、こっからテパコスですね。ディオールのスキンフォーエバークッションパウダーのラベンダー、これを私は今塗ってます。うん、肌色もあったんだけど、うん、肌色の一番明るい色でも私ちょっと暗く見えてしまって肌の色が、だからラベンダーにしました。明るきゃ明るいほどいいからね。可愛いからね、うん。あとはこれ、最近はねこれずっと使ってる、ディオールのアイシャドウ、ここの茶色い色を使って、涙袋にこの黒色やって、垂れ目にするためにここに赤のねシャドウ入れてるんだけど、それはここの2色混ぜてて、涙袋にここと上にもこれを入れてます。へー。あとコンシーラー、はい、最近ねここが赤みが見えてきたのと、眉毛のねここがどうしてもね汗かくと あの青みが出てきちゃうっていうので嫌だなと思ったので持ち歩いてます。これキャンメイクのカラーミキシングコンシーラー。むしろこのチャンネルだったらさ、メンズ用のさコンシーラーとかの方が、え、ごめん傷ついた。うん、まあ、でもメンズ用ありだよね。メンズ用出てるしね、うん、普通に。でも単体じゃなくてこの3色ついてるのがよくて。あー確かにそうかもね。あとはチーク、これちょっともうチーク新しいの欲しいんだけど、キャンメイクのグローフルチークス02番。ずっと言ってるよね。そうじゃ、なんかインスフリーとか使ったんだけど結局これが一番いい。あとこれ、あ、今、今手に入れた、アディクションのザ・アイシャドウパール032。去年の誕生日のんちゃんにアディクションのアイシャドウのリキッドタイプのやつ、うん、そうそう、プレゼントさせていただいたんですけど、その時にえ可愛いと思って買っちゃいました、うん、ありがとう、嬉しいよ。お姉ちゃんで全部使ったからね。あとこれはセザンヌのマスカラ。セザンヌだったな、それ。うん、セザンヌのクリアマスカラなんだけど、これをまつげとあとアポ毛止めにして使ってます。 あとはダッカール。うわー、それ一番 JK、 それ一番 JK。 え、高校でさそれつけたりする？ここにこうって。うわー JK つけたまま、超 JK。でも基本使わないけど、私ね前髪分けてんのだけど、うんうん、ここがねちょっとだけ出てくるから、こういう歌いなと思ったら、うん、これをこうやって止めちゃう。 うわすげえ平成感じる。 ABC 続かない、そんなんじゃダメじゃない。あとはビューラー。ビューラーはね最近使ってないんだけど、なんかもう持ってると貸せるしいいかと思って、ちょっとこれ使ってほしい。これ何、人用とかやつ？違う、これ水薬局限定。そうなんだ。あげやすくない？うん、あげやすいかも。おおすげえ上がるじゃん。すごいっしょ。すごい、見てこっち上げたの、すごい。これ何がいいかって、ここのね、うん、横から見たら分かるんだけど、カーブが全然ないの。確かに。あとはここが狭いから超いいんだよね。ほら見て、確かに。もう全然カーブがあると、その人の目に合ったカーブにしないといけないから、ちゃんと綺麗にならないんだけど、これの場合はなるから嬉しい。あとはこれホットビューラー。やっぱね今マツエクつけてもう2週間ぐらい経つんだけど、うん、ちょっとね地まつげがねこう垂れ下がってきてるなって思ったら、これであげてます。はい、ちなみにまつげってどれぐらい持つんだっけ？1ヶ月。そうだよね、私も1回やったことあるけど。画面足。そうだよね。あとこれカミソリ。はい、カミソリです。これすごいよね。これは首がねこうやってね動くの、だからこうやってやるの楽、超楽。通ってるんですよね脱毛に。そう、さっきさ待ち時間に見てたらさ、うん、予約取れて。あ、取ったんですか？そう。2日後ぐらいに行くの。あ、マジ？マジ最高。はい、ということで以上になります。口紅も最後じゃあ紹介してもらっていいですか？これはこっちに入れないの？うん、なんかね適当。あ、そうなんだ。これ多分さっき使ったからだと思う。あ、はい、ということで私の口紅紹介してくるんですけど、まずこれニベアのリップ、これが一番私は好き。私さ口紅つけるようになってからリップつけなくなったから。絶対リップ最初につけた方がいいよ、うん、多分地上最強に良くない口紅が仕上がっていってる、うん、保湿がゼロ今。それやばい。うん、
ちょっとねピンクがかるの。うん、かわいい。これで保湿してあげるじゃん。うん、でもさ保湿したらさ落ちやすくなんない？もうそれは塗り直すしかないよ。ああ、やっぱそうか。めんどくさいが勝つんでしょ。そう、めんどくさい。だからメイクに対してめんどくさいっていう感情を持っちゃダメなの。自分が可愛くいるためにメイクをするわけでしょ、はい、自分のためにメイクしてるわけじゃん。だってさ飲んだらさ、メイクしなくて外出れる？無理です、いけないです。自分のためにやってるんだったらめんどくさいって言っちゃダメだよ。そうですってそうですね、はい、すいません。でその後に&Bのリップか、うん、ロマンドのリップを塗るんだけど、うん、今日は&Bを塗ってみる。これいただきました。これそういただいたものなんですよ。ありがとうございます。え、じゃあ私もじゃあ今日から&Bデビューしようかな。シアーリップのネイキッドピンク。私なんかジバンシーのメイキャップアーティストさんにメイクしてもらうことがあったんですけど、うん、リップライナーを使ってもらって、そしたらめっちゃ良かったから今度リップライナーあげる。リップライナーって何？縁取ってあげるの、リップライナー。ああ、はい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 、って話したママが、あ、ママの時代はねリップライナーよ。お母さんもメイク上手なんですよね。ママ上手って言います。あのね、ちょっと一つ言いたいのが、うん、私人よりも唇色素がないんですよ、うん、だから唇はなるべくこの状態をキープして、みんなと同じカラーをキープしたいがために、これ今下地みたいなもんなのよ。じゃあ唇に色素沈着させるために、うん、色素沈着って言い方はあれなんだけど、ティッシュオフをめっちゃするの。塗ってティッシュオフして、もう一回塗ってティッシュオフして、で3回目で仕上がる。そうなんだ。でこれジバンシーの、はい、これ月1で買ってたやつ、ローズパーフェクトリキッド011番。お母さんもジバンシーの唇持ってるんですけど、真っ黒のやつですね。これ塗ることによって深みが出るんでしょ。すごい。塗った時は黒なんだけど、だって見て、私と潤いが違うもん。で私超黄色くない？今日なんかすんごい黄色いけど。私もちゃんとやっぱ保湿しよう、うん、一応今その撮影するからっていうのでつけたんですけど、ダメだね。いや私もアンドビつけようかな今。どっちの色がいいかな。コーラル系じゃない？今2色あるんですけど、じゃあこの茶色つけてみようかな。茶色じゃない、オレンジ。オレンジみたいなカラーつけます。だいぶ深みが出る色だよこれ。すごい。これもいただいたもんなんですけど、プルッと感は全然出る。のんちゃん口ちっちゃいね。そうなの、ありえないぐらい口ちっちゃいの。小鼻と同じぐらいだもん。別に嫌だと思ったことないけど、確かに自分他の人の唇を見た時に自分の唇ちっちゃいなって感じることが多くて、うん、これで言うと耳もめっちゃちっちゃいの。ちっちゃい、ちっちゃい。これ全員驚くの。私多分本当にこれリッツぐらいしかないです。アルフォートぐらいワンチャン。はい、ということで今回はですね、2人のメイクポーチの中身紹介を紹介したんですけども、私はですね、ほのぼのみたいに外にねメイクをどっさり持っていくことはないので、ショートとかで紹介するような形になってしまうので、持ち運んでるポーチの中身紹介していたよって方はですね、カバンの中身紹介を見ていただけたらなと思います。ということで、また今度メイクポーチの中身紹介してほしいよと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ほのぼのちゃん唇の形綺麗と思ったヒートもグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の生グルでしましょう。キャイバイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your wicked games. Always on my mind, always in my brain. With you the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.